福岡まで飛んで帰って戸籍謄本を取ったりとか、はい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 、あとはまあ供託金の問題とか、まあ、いろんなコロナを乗り越えて出馬されることになったと、はい、思うんですけども、はい、そこまであの出馬に至るまでのどうしてそこまで強い決意を持つようになったのか。まあ、強い決意なんてものは僕はあんま重要視していなくて、ただ単に僕はずっとやってきたそのリバティとか、まあ、現在の駆け込み寺って呼んでるリバテとか、そういったシェアハウス、まあ、そういった活動の延長線上に、まあ、政治というものがあったと、はい、で、まあ、今まで僕らは国とか行政に頼らない形で、自分たちで共同体を作ってそこで生きていこうっていうことをやってきたんだけども、はい、やはりどうしても法律とか、まあ、その日本で生きていく以上やっぱ日本の法律ってものがあるじゃないですか、はい、だからそこにその中で生きていく以上、じゃあそのシステムっていうものに対して戦うんじゃなくて、その政治というシステムの上に乗っかってそこでまた新しい場所を作っていくって活動ができるんじゃないかっていう、その可能性を探したいと思って出馬ですね。なるほど、はい、その居場所ということで、まあ、さっき例えばあの会見でありましたように、その弱者ですね、はい、そのドロップアウトしてしまった若者であるとか、はい、まあ、これからどんどん増えていくであるあの孤独な老人であるとか、はい、そういう居場所を作りたいということをおっしゃっておりましたけれども、はい、中卒ニートメンヘラといった、はいはい、そういう本当に社会保障が落ちてしまうような弱者ですね、そういう人たちに対して、あの高齢の老人であれ若者であれ、うん、そういう孤独であの自分の居場所がなかなか見つからないような人に、うん、具体的なメッセージをまた党から送ることができればという思いがあるんじゃないかと思うんですが、そうですね、はい、やっぱその社会っていろんなこうレイヤーの網目があると思うんですけど、はい、まあ、例えば、まあまあ、会社とか地域のつながりとか家庭とか、まあ、そういういろんなレイヤーの網があると思うんですけど、はい、うまいことにその穴から全てすっぽ抜けちゃう子ってやっぱりいるわけですよね、ね、一番下まで、はい、だから僕らが今までやってきた活動っていうのはその一番下まで落ちた子をこう救うっていうのは、まあ、別にあの助ける方を救うじゃなくて救い上げるというか、はい、まあ、そういった子たちの受け皿になれたらなって思って活動をしていて、はい、で、まあ、これは僕らは本当に非正規行政って僕らも自分自身呼んでたんですけども、はい、まあ、行政とか国に頼らない形でやってたんですよ、ええ、でもやっぱりそういう活動、やっぱ本当にその例えば精神を病んでしまったりとか、はい、まあ、本当に例えば親の DV が激しいとか、はい、そういう僕らでももうそれ以上介入できない問題ってまあ確かにあるので、ええ、まあ、そういったものは本当に国だったり行政がやるべきだと僕は思うし、ええ、そこをもっと、手厚くしていってもいいんじゃないかなとも思うので、はい、まあ、なかなか難しい問題ではありますけど、まあ、そこの部分の仕組みを変えていけたりとかするとすごくいいなと思いますね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、あとはあの原発について、まあ、先ほどの会見ではまだ脱原発であるというふうにおっしゃっておられましたけれども、はい、そこにそう思うまでに至った経緯というのは何かありますか。やっぱその、まあ、僕さっき言ったのは脱原発依存っていう話で、はい、結局、まあ、さっきの記者会見でも言ったんですけども、その大きなものに依存するっていう体質自体がもうそもそもいろんな問題を引き起こしていて、でそれは原発に限らないですよ。原発もそうだし、まあ、国もそうだし、まあ、会社っていうものに依存した結果、その社畜とかブラックとか呼ばれてもその辞められない状況があるわけじゃないですか。だからその大きなものに依存するっていうまず体質自体を変えていかなきゃいけないですよね。そうですね、うん、だからそういった意味で脱原発依存っていう形で、だからじゃあそれに対する代替案を出していかなきゃいけない、はい、だからそれが自然エネルギーなのか、まあ、その自治体なんですか、小さな自治区単位の自家発電だったりするのか、そういったものはまあ今後ネットを使ってソーシャルを使ってみんなから意見を集めていけたらいいなと思ってます、はいはい、そういう意見のまとめ役になりたいというのがあって、まあ、まとめ役というか、そうですね、まあ、とりあえず吸い上げて議論して、まあ、詳しい専門家の方々も呼んで喋ったりとかもするかもしれないですし、それはやはりトップダウンではなくボトムアップでやっていきたいと。そうですね、もちろん。
じゃないと意味がないですね。意味がない、はい、それがそのボトムアップでやっていきたいというのがその都知事に出る都知事選に出る大きなきっかけだったりするわけですか。ボトムアップ、そうですね、まあ、ね、安っぽい言葉で言うと民主主義 2.0 ではないですけども、そのインターネットを使ってもっと20代30代の民意とか、まあ、望んでることとか疑問っていうものをもっと吸い上げることってできるんじゃないかなって思うわけですよ。そうですね。それができる、まあ、それを僕はやるべきだと思ったし、はい、逆に言うとそのソーシャルでよく炎上したり祭りを起こす僕がやることに意味があるんじゃないかなと思った次第です。はい、これで落選してしまった場合にですね、はい、あの今まで都知事になってやろうとしていたことは、はい、やはり実行していこうという気持ちはあったりするわけですか。いや、もちろんそうですね、継続はしていくと思いますけど、まあ、それがじゃあ政治じゃないのかもしれないし、ええ、たまたま今回はタイミングも含めて政治というフィールドで実験してみようという感じですけども、はい、まあ、別に政治にこだわることなくいろんなそのフィールドで実験をしていこうかなと思ってます。なるほど、はい、それから家入さんはよく自分の企業のことを表現、はい、会社のことを作品というふうにおっしゃっていらっしゃいますけれども、はい、東京都をどんな作品にしていきたいですか。やっぱそうですね、居場所、そのどういった人たちでも居心地のいい場所というか、まあまあ、キーワード本当居場所ですね。あのそういう居場にもその、まあ、さっき言ったようなその居場所を失ってしまっているような子たちとか、ええ、まあ、あとは本当に高齢者でも今ね孤独死増えてますから、ええ、そういった人たちの居場所、はい、居心地のいい都になればそれがやっぱり一番いいんじゃないですかね。なるほど、うん、ありがとうございました、はい、頑張ってください。ありがとうございます。